こら、やっぱし無理かな。1時間かかってやっとここだわ。ここまで本当は車が来る来てたんだけど、とてもじゃねえか、でっけえ石がおってて、ね、ここへちょっと今ちょっと切れ一生懸命働いたんだが、これからちょっと遠いで、何してんわい、今日初手っ腹からくどくなってや、くどきたくなるか、もうなんさて、これ解かなきゃダメだ、一生懸命働いちまって、ついでにママもちょっと食うか、何しゃせんだこれ、取れねえっつ、負けないもんだな、よし、じゃあこれをちょっと、グッチャ、グッチャだって、膝がいて、それじゃあこの丸ヤスリで解きます、こら本当に早く午前になったわ。いやいや、思ったより、手強いぞ。どうも、もう、バテ気味だって、ちょっと飯食って、で、それからまたやろうと。そういった塩梅です。あー、綺麗だな、おい。よしよし。はい、今日は三合目で二度目の、この歯を研ぎました。まあ、やっぱり、遠いなんて研がねえんじゃ、全然違うんだ。むやみに振り回してもダメだということですが。よし。汗は引かねえけども、涼しいうちに池の子まで行ってきてもんだかな。さて頑張るか。あ、こっちだ、こっち側か。はい、今度はここは登ってきますよ。ファイト!おう!ファイト!おう!ファイト!おう!やっぱし倒木が、いやいや、あるなってあると、なんと、転んでると思ったな、でも。いや、やっぱしだ。今、ちょっと枝を切って、新しいルート、するしかねえかな。サルツラの、ちょっか、ここが一番ひどいがね、おい。ここに来て、ガソリンが、おい。ガソリンがねえって。こっから1時間が一番、これ、どうするってだ。カルドコまで買って、するよ、しょうがねえと思うよ。くそ。くそやな、ガソリンを。眺めいいな。ちくしょめ、どうしようかな。草刈りだね、けど気持ちいいんだけどな。
着いた。着いた。はい、三号目に来ました。それちょっと休むか。